半のハイライトをご覧いただきましょう。まず先制したのは4回の浦和学院でした。4番に入っている背番号16の田上がタイムリー。その後中田、今日スタメン起用、レフトオーバーのタイムリースリーベース。この回2点、2対0と先制した浦和学院です。そして5回の表、ツーアウトランナー1塁2塁からセンターへ山口タイムリー。田上はいいボールを返しました。わずかにボールが手につきません。キャッチャーの小田は狙うのか。フォアボール、与えたフォアボール2つ目。コントロールは今フォアボール、2者連続フォアボール。願ってもないチャンスを、そうですね、投入すればもらいますか。最下位です。